また税が上がるらしいぞ。ご覧の通り橋はきれいに直しといたぜ。この先も物騒だ、気をつけてな。北から黒の一帯が広がっている。この辺りは自然が残っているからな。住みかを追われた魔物たちも増えているだろう。そうね、気が抜けないわ。
ンタ、ちょっと来てくれ。あんた、ちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まいったな、主の許可なしには。待てよ、そのブローチ、お前マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな、奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきて、どうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われこの辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう、俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。ライスというやつに報告するか。
参ったな。あんたがブライスか。ベアラがなんで俺の名を。あんたの連れに頼まれて魔物を倒してきた。全て片付けたから安心しろ。あの数の魔物を倒したってのか。いや、お前がこっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは、奴の起点を褒めてやらねえと。とにかくご苦労だった。主に礼を言っておいてくれ。助かったってな。風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。随分と静かね。あのもしやクライブ様では。私ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。おざしがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくそこ無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、幼いお二人だけで旅なんて。いろいろありました。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。
ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれでよいのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあクライブ様、お顔色が、旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくださるって。ご好意に感謝しましょう。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。ねえ、子供の頃二人で月を眺めたのを覚えてる。あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。
そろそろ寝ましょう。ああ、おやすみ、クライブ。また明日。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうしてみると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でも、よかったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸多からんこと。あなたもどうか元気で。イーストプールの北門を出ればフェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。お召し物を着たベアラーが、なんだか懐かしい気がするけど、誰のだったか。黒の一体のせいで麦もろくに育たねえ。今年の収穫じゃ冬を越せるかわからんぞ。こんなご時世にご主人様と旅でもしてるのかい。何もない村だけど景色だけでも楽しんでいきな。ほら、向こうに立派な塔が見えるだろう。大昔からある空の文明の遺跡だけど、誰も入ったことがないんだってさ。どうぞどうぞ。はい、どうも。他に売りたいものは？はい、確かに。どうぞごひいきに。そのお姿、殿下。いや、まさか、まさか
クライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いが、それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかし、ぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。父上か。あなたはもともとエルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。今年の収穫じゃ冬を越せるかわからない。お年寄りの方はいないわね。村長に約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。少し探してみるか。そうね、この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの？人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？いつも井戸のそばにいるおじいさんのことかしら。ええ、その方です。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に？ええ、まあ。あら、同郷だなんて嬉しい。私も小さい頃はロザリスの城下町に住んでいたのよ。
民を慈しんでくださった太后様の御代が恋しいわ。ザンブレクの俗領になってから生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに税は変わらないなんて。ごめんなさい、昔を知る人がいるとつい。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。ありがとうございます、探してみます。おや、旅の方、何か用かい？私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？ああ、あのじいさんかい？そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？昔ロザリス城にいた頃調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。ありがとう、もう少し探してみます。なあ、ちょっと待ちな。パトリックならどこにいるか知ってるかもしれん。あいつは長いことじいさんの面倒を見てきたんだ。厩舎にいるはずだから声をかけてみるといい。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。ジル、すまない、君にばかり村人の相手をさせてしまって。気にしないで、念のためよ。パトリックさんに話を聞きましょう。上手にパンが焼けたじゃないか。困ったな、どこへ行ったんだろう。もし、どうかしたんですか？僕が目を離した隙に、ベアラーが一人いなくなってしまって。いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。失礼ですが、パトリックさんで？はい、そうですけど。そのベアラーというのは、昔ロザリス城の調理場で働いてた方では？ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです？そうですか、村尾さんに。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか？大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つといって出歩くことも増えていて、年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。わかりました、私たちは外を探します。パトリックさんは引き続き村の中を。ありがとうございます、よろしくお願いします。無事だといいけど。とにかく探してみよう。借り入れまで無事。この辺りにはいないようだな。もう少し探してみるか。
あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。ええ、分かったわ。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下、エルウィン殿下、ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。クライブ。ああ。ずいぶん待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。ええ、待っておりますとも。いつまでも。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。行ってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様。どうかお気をつけて。
こんな村の近くまで。大地が黒ずんでいる。エーテルがすっかり失われているんだ。ひとたびこうなれば何も生まれず育つこともない。まさに死の土地か。唯一の救いは魔物も出ないことね。ここにも空の文明の遺跡があるのか。ここでは魔法が使えないな。そうね。エーテルがなければ命や魔法ですら。エーテルが枯渇することでこんな景色になるとは。かつてはここも緑で溢れていたのでしょうね。ああ、きっと美しかったろう。見えてきた。フェニックスゲートだ。あそこで俺は行きましょう。あの日にもう一度。時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル、クライブ、
いつは。あいつは真実を握ってる。追うんだ。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃあ、あの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ？この扉の向こう。まさか、フェニックスはもういないんだぞ。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。あれは。さっきと同じ仕掛けか。ここはソラの文明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。なんだ？今度は追いつるか。
それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。先へ進んでみよう。
今だ。ジョシュアはいつもこんなところを。いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ。侵入者を出迎える罠か、あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも、もっと奥に進んでみるしかないわね。頼り
度は何なの？こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。
奴がいるなんて。何か意味があるのかしら。仕掛けなのか。
これを渡れってことか。そのようね。クライブ、これって。いつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。火の召喚獣のドミナント、それとも、やめろ。ダメだ。やめろ。
すまない、上司。守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。前へ進む。
たくないよな。この今だって逃げ出したくなる。それでも俺は。
一緒に行こう。受け入れろ過去、自分の全てを。俺は前へ進むと決めたんだ。クライブ？どうしたの？ジル。なんでもない。大丈夫だ。もう逃げはしない。
ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来て、ようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣、あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ。なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう。二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくても、まっすぐに前だけを見て。昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。しやがったんだ。ウォールドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたから、見逃してやったものを。よくもあのネズミザモメが。探し出せ。苦しめて、苦しめて、苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け。
け！直ちに！Mm-hmm.